こんにちは、スイッチマンです。ダークプリズン第19話始めていきます。前回はシュウ様のうっかりミスでオルクルスと戦う羽目になりましたね。お茶目が過ぎますぞ。今回はアハマドさんに無双してもらいます。アハマドの撃墜数を50機以上にする必要がありますが、この人、次離脱しちゃうようでチャンスはこのステージぐらいしかないかも。ソルガディの改造資金は払い戻されるとのことなので、惜しみなくつぎ込みます。多分、ほぼ全ての敵をアハマドで倒すつもりでいないと厳しそうです。今回は、ターバン巻いたむさ苦しい男が暴れる回となりそうです。強化パーツもソルガディが玉切れになった時のためにカートリッジを持たせてます。それでは始めていきます。
それではスタートです。熟練度獲得するには3ターン以内に敵をアハマドが全滅する必要がありますね。ではまずはアハマドで倒せるように削ります。冷蔵機相手でも逃げるかよ。狙いは外さない。油断ならぬ。やってくれたな。すべてはボルクルス様のおぼしでし。あんまないんだよな、こいつ。今回はセレーナさんを2匹に乗せてます。俺の前に立ったものがどうなるか。オーケー、行くよ。身をもって知れ。ストリットレーザー。なぜこれほどの力が。ボルクルス様、このステージの敵も特定のキャラを狙うようで何度か失敗しました。アハマドの撃墜数フラグがちょっときつすぎる。なるべく倒さないように反撃で削っていきます。よし、では、セレーナさんの連撃と連続行動をフルに使っていきます。我が名は、アハマド・ハムディ。この脳裏に刻み込め。メガビームキャノン。そうきたか。
元に。ソルダジの武器はかなり強化してるので打ち漏らしはないと思います。俺が相手だったことを不運と思うのだな。セレーナ様を見てるだけですか。もう逃げられないよ。メガミルキャノン。ボルクレス様、お助けを。ボルクレス様、もう一度連撃。やはり血がたぎるわ。どれほどの腕前か見せてもらおう。トヨエルバ、なんとしたことか。トゥー、ボルクレス様、その身元に。次はこいつを倒します。我が行く手を阻む者は全てのリハル。オルクレス様、お助けを。トゥー、現在41機か。残りの敵も9機なので、結局、アハマドが全て倒さんと50機にはなりませんね。ヨン様とアルバーダは奥のを削りに行きます。ほんで、セレーナさんたちは次のターンに SP ドリンク使ってまた連撃です。よし、行くぞ。ハルト6、自慢の包丁だ。こう発動しな。しっかり働いてこい。ドンピシャー、こりゃー。さあセグンドプラトナ、締めの包丁さばきを見せてやるぜ。なんとしたことか。大手はボルクレス様のおぼしです。さばかれ。そのまま耐久差はあんまないんだよな、こいつ。反撃の際はアハマドで落とすようにします。これでクリティカルが出ると助かります。ナイス。うっかりアハマド以外で倒さないようにします。ででよ、クリティカル。
まあ、いいでしょう。とりあえず、ヨン様たちを遠くに移動させます。そしたら、セレーナさんたちは、ヨン様たちを狙う敵を先に倒すとします。では、お薬決めときます。確かこいつが、ヨン様たちを狙ってたような気がします。次は連撃です。こいつもヨン様狙いだっけ？もう一度連撃いきます。てか、もうこのターンで終われますね。我が名はアハマド・ハムディ、この名を脳裏に刻み込め。消えろ。オルクルス様、その身元に。次でちょうど50機です。さあ、俺の相手を務めてもらおうか。覚悟はできているな。いや、ジャハンナム、黒熱の烈火を浴びよ。情熱、召喚、特上、無限、すべての罪を煉獄で洗え。さらばじ。ああ、ボルクルス様、なんとかアハマドのフラグと熟練度も獲得できました。ダークプリズンはちょっと難しいですね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。